俊君日本維新の会の会です本日は国と地方の行政の役割分担ということで、われわれ日本維新の会が一丁目一番地としている統治機構改革、すなわち地方への権限、財源の異常、および同州制導入などの観点から、広域行政のあり方を中心に質問させていただきたいと思います。 我々が考える統治機構改革の理念の一つに、できる限り権限、財源は自治体に下ろして、国は外交防衛やマクロ経済などに限定して、行政運営を行っていくという点があります。そのプロセスの中で、広域自治体と基礎自治体の二重行政打破が必要と考え、大阪都構想、打ち出してまいりましたが、残念ながらご承知の通り、2度の否決という結果でありました。 この民意は厳粛に受け止めておりますが、多くの賛成票もいただいたこと、そして維新の政治の実績へ評価をいただいたことを踏まえれば、改革の精神と理念について旗を下ろすということは一切ございません。加えて、今回のコロナ禍で露呈されたのは、都道府県という広域行政単位の限界です。現状、ベッドや医療の逼迫状況について見れば、特定の都道府県が逼迫しているというのも実情の一つであります。 もちろんこれにはさまざまな要因が複合的に存在するものの、これは都道府県という単位で医療・救急体制を敷いてきたことにも原因が考えられ、都道府県境を超えた融通、対応ができれば、状況や見通しはかなりの程度変わってまいります。都道府県を単位としない広域要請を、この中を契機に再度検討するべきではないでしょうか。 そもそも現在、都道府県という広域行政の単位は、人や物の移動手段が徒歩や馬が中心だった時代に構築された制度です。高速移動手段やインターネットなどが高度に発達した現代社会においては、狭い日本の国道を47分割して、それぞれの都道府県が公安行政から警察、消防、医療までフルスペックで装備、対応しているや,や,やり方は、明らかに非効率的、非合理的なものになっています。 まあそこで具体的に導入されるべき制度が地方分権型の道中制であり、政府や国会でも長らく議論されてきたと認識しております。まあ、しかし残念ながら実態としては何一つ進んではおりません。そこで我々も権限以上と微税権を含む財源以上を行った上で、スムーズな道中制導入の実現ができるよう、今の制度でどこまで都道府県の枠を超えた広域強制ができるのかを改めて調査・検討しているところでございます。前置きがが長くなりましたが ここで一つの大きな問題として、広域要請の制度事務や地方分権の事務について、さまざまな部局がバラバラに取り組んでいることが挙げられるのではないかと感じております。例えば、同州制導入の実験的な取り組みである、同州制特別区域,制,別区域制度については、内閣府が所管官庁である一方で、 事実上の道州制に近い、関西広域連合に代表される広域連合の所轄省庁は総務省となっています。また、地方文献改革については、内閣府に別の部署がある一方、広域自治体と基礎自治体の権限の 振りり分け権限以上を扱う部署はままた総務省にあります、まあ、こうした現状は、国と地方の行政の役割分担を含めた当時の在り方について、大きなビジョンを持って取りまとめている組織がないということではないでしょうか。そこで、同州制特別区域、同州制、国から地方への権限以上、広域連合、それぞれの担当省庁が異なるというこういった現状ですが、こうした状況をどう捉えているのか、見解を伺います。またたこれらを含めた統合的な 統治機構改革に関する会議体や担当部局は存在するのかどうかお伺いをいたします総務省、高原自治行政局長。ご答弁申し上げます。地方に関連する政策に関しては、地方公共団体の組織運営に関する制度の規格立案等については、基本的に総務省が所管しつつ、各府省を通じた調整等を要する地方文献や道州制については、特に内閣府等が所管すると。 とといいった分担がなされててるものと考えております、えー、内閣総理大臣の諮問に応じて、地方制度に関する重要事項を調査審議する地方制度調査会が制度化されており、えー、これまで地方自治法等に関わる事項とともに、えー、地方文献や道州制に関する事項も担ってきているところでございます以上でございます。 おとくたしゅん君地方制度調査会があるというご答弁でありましたけれどもこの調査会は同州制や大都市制度市町村合併や地方分権など確かに必要な議論がされ答申も出されてきたと認識をしていますしかしながらこの調査会を受けて政府がビジョンを持ってではその統治機構改革を進めていくこの組織体がないというのが実情ではないでしょうか総務省と内閣府が連携して新しい国の形を目指しているそういった常設の組織体も見当たりませんそこでビジョンを持った統治機構に関する総合的で実行力のある 常設の会議体もしくは部局を政府内に設置するべきと考えますが、地方自治を統括する大臣の見解をお伺いいたします武田総務大臣。昭和27年、地方制度調査会設置法が制定されて以来、類似の地方制度調査会においては、地方文献や同州制を含む地方制度のあり方について幅広く審査審議をされてまいりました。同調査会は内閣総理大臣の諮問機関として 総理がその立ち上げや諮問事項を決定してきており、今後とも地方制度に関わるさまざまな問題について、地方公共団体をはじめ、関係者のご意見に幅広く耳を傾けながら、必要な対応がなされるものと考えております。はい、はい、俊君 あの、事前の意見交換のですね。役員の皆さんとした際にも感じたことなんですけども、この新しい国の形まあ、国と地方の役割分担というビジョンは、やはりこの政治主導でえことを進めなければ進まない分野であってで、まあ、この大臣を含めた政治家のリーダーシップというのがとりわけ求められているように思います。我、ま、々、あ、日本維持の会としても新たな設計図を示してまいりますので、まあ、今後もこの投資協改革この建設的な議論を行いたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。で、これに関連して次に同州制以降に向けてスムーズなえものを考えた際にまあ。 制度でどこまでできるのかという観点、からお伺いいをさせていただきますこの点先ほども例示で挙げさせていただきましたが、同州制特別区域という制度がございます。これは主に北海道に適用されることを念頭にした制度であるものの、法律をよく読み解いていくと、3以上の都府県をまとめて、特定広域団体とすることも可能な法律、制度となっており、全国一斉にではなく、ある特定の地域から段階的にいわゆる同州制度を移行するのに適用できる制度というふうに組み立てられております。 そこでまず、本制度の根拠法である、同州制特別区域における公域行政の推進に関する法律、この施行後の進捗状況、特に成果についてお伺いをいたします内閣官房、宮地内閣審議官。お答え申し上げます、同州制特区制度は、特定広域団体からの提案を受けて、国から事務事業の異常等を行う仕組みでありまして、これまで6陣わたり、北海道からの提案を受けております。 成果といたしましては、商工会議所に対する認可の一部など6つの事務と、開発道路にかかる直轄事業など4つの直轄事業を国から都道府県に移乗するとともに、全国的な措置につながった項目が8件、実務上の対応がなされた項目が14件となっております。この同州制特区制度により、移譲された事務事業では、従来から北海道が実施していた事務事業との一体的な実施により、効率的な執行が図られている例や、 事務の標準処理期間の短縮化といった利用者の利便性の向上につながる成果などが出ているところであります。以上でございます 君はいまあ、平成19年の制度施行後,後です、ね、国から北海道に移常された事務事業などが、まあ、数件から十数件ということでして、まあ、数週してみるとやや、えー、不十分なものかと思いますが、まあ、本制度の取り組みが実を結べば、同州制功降の礎となることも考えられますので、まあ、改めてこの検討を進めていただきたいと思っております、まあ。何より本制度の基本方針を読みますと、将来の同州制導入の検討に資するため、えー、推進するとも明記がされております。まあ、そこでこででちら政務官お越しいいいいたので伺いただい伺んですが 本制度の基本方針に将来の同州制検討の検討に資するため、とある中、同法施行後、本制度を踏まえて同州制導入について前向きな検討は政府内になさ,なされているのでしょうか、お伺いをいをたします吉川内閣府大臣政務官。 お答え申し上げます、委員ご指摘の同州制特別区域制度に関してでございます、まあ、これ、委員も十分ご承知のとおりかと思いますが、同推進法の施行後、同州制については平成19年の1月、これ第1次安倍政権でございましたが、設置されました同州制ビジョン懇談会において議論がなされております、また翌年の平成20年の3月でございます、ここで中間報告が取りまと,まれて取りまとめられました。 ただ、ですねその後の平成22年、これ、民主党鳩山政権時に、再終報告が出されないまま廃止ということになっておりますので、我々としてはこの中間報告に基づいてでございますが、この中間報告におきましては、同州制の理念、目的、制度設計の基本的な考え方導入のメリットやプロセスなどに加えて、同州制の準備段階において、同州制特別区域推進法を有効に活用することの意義についても提示をされているところであります。 また、その後も各党での議論がなされてきておるところでありますが、いずれにいたしましても、同州制は国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革であることから、その検討にあたっては、地方の声を十分にお聞きしつつ、国民的な議論を行いながら、丁寧に進めていくことが重要であると考えており、今後、国会におけるご議論も踏まえつつ、対応してまいりたく思います。 はい、太田俊君取り組み状況を理解いたしました、まあ、しかし繰り返しになりますが、本制度の基本方針には、その実績を積み重ねていくことにより、将来の同州制導入に向けて、国民的な議論の進展に資することが期待されるえとこう明記をされているわけです、まあ、しかし残念ながら、現状、まあ、平成の時代が終わって令和になりましたけれども、国民的な議論に至るまでの実績を進めていないのではないかと、あるいは議論を巻き起こすような政治主導の動きがないのではないかと感じております。 この制度については、ちょうど本年、期限を迎えるということで、さらに延長がなされる見込みであるとも伺っております。そこで、同州制特別区域制度の延長に際しては、本制度を導入同州制導入の礎とし、段階的な同州制導入を視野に入れて、政治的な明確な意思を持って運用していくべきと考えますが、政務官の見解をお伺い,いたします吉川政務官。 このご議論いただいております、同州制特別制度でございますが、まあ、これはですねやはり将来の同州制導入の検討に資することが期待されているものであります。今後とも北海道との連携、これをしっかりと図りながら、成果を積み重ねていく、まあ、この成果、先ほど参考人の答弁でありましたとおりでございますが、まあ、こういったことを積み重ねながら、将来の同州,同州制の導入も含めた、 広域行政のあり方の議論の参考となるよう、引き続き取り組みを進めてまいります。 はい、おときたせんん。はい、え、まあ、私は、あの、東京都選出の、参議院議員でございますけれども、まあ、この一都三県五政令市にまたがる、この経済圏をどうまとめていくか、まあ、一都三県五政令都市を、え、なるべく、こう、まとめてグレーター東京、まあ、こうした構想も検討しているところでございます。まあ、ぜひですね、この制度の行方には、我々も注視してまいりますので、え、今後も建設的な検討を重ねていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。残された時間、え、総務大臣にもご出席いただいておりますので、え、情報公開制度についてお伺いしたいと思います。まあ、菅政権が発足後、最も力を入れている分野に。 行政のオンライン化、IT 化があり、この点、我々も大いに期待をしているところです。一方で、国民と政府の大事な駆け足である情報公開制度について調べたところ、まあ、国交省や厚労省など、一部の省庁を除いて、情報公開請求がオンラインでできず、また開示もオンラインで提供されないということが分かりました。まあ、こうした点について、どのような問題意識を持っているか、オンライン化を進める議論は出ているのかどうか、まず内閣府に進捗状況をお伺い,いたします内閣官房、時澤内閣審議官。 お答えいたします情報公開請求のオンライン化の在り方につきましては、方針などが決定されているものではございませんが、一般論を申し上げますと、行政手続きのデジタル化につきまして、デジタル手続き法等に基づきまして、行政の在り方の原則を紙からデジタルに転換することを目指しまして、情報システムの整備を総合的、計画的に実施することの取り組みなどを通じて推進をしております。 このような行政手続きのデジタル化にあたりましては、デジタル化自体が目的とならないように、事前に利用者と行政機関のフロント部分だけではなくて、バックオフィスも含めました、エンド・トゥ・エンドでデジタルを前提とした業務プロセスの見直しなどを徹底し、 行政サービスの利用者の利便性の向上や行政運営の簡素化、効率化、これを図ることを求めております。情報公開請求のオンライン化に当たりましても、こうしたエンド・トゥ・エンドの業務プロセスの検討を行うことが重要であると考えておりまして、内閣官房としてましても、関係省庁とよく連携して検討してまいりたいと考えております。 おときたデジタル化についてはいろんなご議論があると思うんですが、この情報公開についてはそれほど難しい話ではなくて、これができた方が利用者にとって利便性が向上することは、まあ、ほぼほぼ明らかな政策課題になっているわけです。まあ、もうしかも実際です、先ほど申し上げたように、この情報公開製品については、すでに国交省、厚労省、あるいは地方自治体でも東京都などは、まあ、オンラインで対応していることから、これ、オンライン対応しない、まあ、できない理由を探し出すことは、もうこれは困難であって、これは政治のリーダーの一言で変えることができるものだと確信をしております。まあそこ ここで最後に、情報公開制度の所轄省庁である総務省として、情報公開請求書の受理および開示の実施を各府省にオンライン化できるよう求めるべきだと考えますが、総務大臣の見解をお伺いいたします高田総務大臣。ご指摘のように、情報公開,せ公開請求への対応をオンラインで行っている府省が一部となっていることは承知をいたしております。今後、さらにオンライン化は進めるべきと、このように私も考えておりますし。し 国民の利便性の向上や行政、業務の効率化等のバランスを考えながら、業務プロセス全体の検討を行う必要があると思います。情報公開にかかる手続きについて申し上げれば、請求の受付や開示の実施といった業務の一部だけではなく、対象文書の探索・特定や開示・不開示の判断を含めた、情報公開業務のプロセス全体を一貫して、 デジタル化すすることとが重要と考えております現在、内閣府におきまして、文書管理全体の電子化に向けた検討が進められているところと承知しておりまして、そうした中で、情報公開に関する事案について、確実効率的な処理が可能となるよう、総務省としても必要な検討を行ってまいりたいと思いますはいま、はい、前向きなご答弁ありがとうございました。終わります